2017年9月10日スーパーフォーミュラ第5戦の決勝が10日に大分県日田市上津江町に位置するオートポリスで行われ、ピエールガスリー、チーム無限、が前戦茂木に続いて今季2勝目を挙げた前大会茂木から3週間、2017年シーズンのスーパーフォーミュラも後半戦に入る第5戦の舞台となるのは、九州オートポリス。昨年は熊本地震の影響によりキャンセルとなったため、オートポリスでのスーパーフォーミュラ開催は2年ぶりとなる。気温25°C、路面温度33°C のドライコンディション54周で争われるレースは、2種別のドライタイヤを1セットずつ使用することが義務付けられ、各チームのタイヤ選択は分かれた。優勝は5番グリッドからスタートしたピエール・ガスリー。23周目にライバルより早めにピットインするという戦略を取ったガスリーは、戦車がピットストップを済ませた時点で首位に浮上。そのままリードを持ち、トップでチャッカー前戦茂木に続いて2連勝。今季2勝目を挙げた2位にはフェリックス・ローゼンクビスト、3位に大島和也が続き、チームルマンがダブル表彰台を獲得した中島和樹、バンテリンチームトムスは6位、小林カムイ、KCMG は7位でレースを終えた。カテゴリー、スーパーフォーミュラ。